大陸やチネズミは、ネズミ科やチネズミ属に分類される、月シ類。スカンジナビア半島からシベリアにかけて、体長11から12.6センチメートル。尾長4.4から5.6センチメートル。背面の毛衣は、アンカッシュク、覆面の毛衣は白やオ白色。あと足長1.9から2.1センチメートル。乳頭の数は8個。大黒島やリシリ島。 レブン島の個代群を、別種、シコタニアチネズミシーシコトネンシスとする説もある。アッシュエゾヤチネズミは、草原や低木林などに生息し、草が密生し落ち葉が厚く堆積した環境を好む。植生は、植物食傾向の強い雑食で、草、果実、種子、動物質などを食べる。柿以外は主にイネカやカヤツリグサ科の草を食べる。 繁殖形態は体制。北海道中部及び南部の個体群は、春季や秋季に北海道北部や東部、山地の個体群は主に季に繁殖する。1から11頭の幼獣を生む。植林した樹木を食害する害獣とみなされることもある。北海道では主にカラマツを食害する害獣として、1950年代から罠による、 生息数の調査が行われている。日本ではエキノコックス症の中間宿主としても知られている。ありがとうございます。